瀬戸内運輸株式会社は、愛媛県東予地区を中心に、路線バス、観光貸切バスを運行するバス会社である。通称は、瀬戸内バスで、バス車体にも記されている。愛媛県東予地方を主たる営業エリアに、路線バス、貸切バスの運行事業などを営んでいる。路線バス部門は、東予地方を中心に、西は松山市、東は四国中央市まで路線網を広げている。高速バスは、東予地区と東京、関西、広島、福岡県を結ぶ路線を運行する。保有車両台数は、瀬戸内運輸本社だけでも188両、地域子会社として、バス事業を営む瀬戸内海交通、瀬戸内周送バスの2社も加えれば238両を数える、県内有数の観光バス事業者でもある。本社は、今治桟橋にある。また、バス事業だけでなく、物販事業や子会社を通じて、貨物輸送、車両整備、タクシーなどの事業を展開している。前身は、瀬戸内商船という広島県尾道市に本社を置く、海運、船舶会社で、今治、尾道間や多度津、広島間などを、瀬戸内海で多くの航路を開設し、運行を行っていた。バス事業は1919年に、多度津港、多度津駅を結ぶバス路線を開設したことが始まりである。昭和初期には瀬戸内商船のほか、昭和自動車や文化自動車、今治自動車、今治市営バスなどがバス路線を開設し、今治市内ではバス事業者が乱立していた。しかし、戦時下で統制が行われる中で、陸上交通事業調整法などの制定により、バス事業の統合が行われる中で、瀬戸内商船が母体となる、瀬戸内運輸が統合主体となり、東予地域のバス事業者を統合した。また、海、勤員の指導により100トン未満の船舶統合が行われるようになり、これに伴って、瀬戸内商船も所有船舶を広島県汽船、東海汽船に現物出資し、尾道、今治間の貨物船舶事業以外から撤退した。これにより、バス事業者へと事業を転身した。戦後も東予地域においてバス路線を拡大した。1950年に伊予鉄道と協定を結び、今治市と松山市、新居浜市や新居浜市と松山市を結ぶ急行バスなどの運行を開始したほか、1964年には伊予鉄道、琴平山宮電鉄と共同で四国急行バスを設立し、松山市と高松市を結ぶバス路線の運行を開始した。1957年には地元自治体と共同で大三島観光交通を設立し大三島など芸予諸島にバス路線を開設したほか、1965年には新居浜市営バス、1968年には別子山村営バスから路線譲渡を受けた。1970年代に入り、モータリゼーションが進む中で、バスの利用者は大きく減少した。自家用車の普及が渋滞招き、バスの運行速度を低下さらにバスの利用者離れを招いた。1965年に約300万人だった輸送人員は、1980年には約100万人にまで激減した。厳しい経営環境の中、伊予鉄道から出資を受けたほか、バス路線の縮小や営業所の統合、バスのワンマン化や周送地域のバス路線を新たに設立した瀬戸内周送バスへ移管するなどのコスト削減が行われた。一方、1989年に東京今治間を結ぶパイレーツ号、1999年には広島、尾道、福山今治を結ぶしまなみライナー、2000年に大阪、神戸今治を結ぶ石槌ライナーといった都市間高速バス路線が新たに開設されている。6月東予地区のバス事業者を買収、九州合併により統合し、海運業からバス事業へ転換。今治営業所愛媛県今治市東門町2丁目隣接停留所も同名称。周送営業所愛媛県西条市小松町、新屋敷隣接停留所も同名称。乗車券発売所がある。新居浜営業所愛媛県新居浜市竹浜2丁目隣接停留所を持たない。瀬戸内整備新居浜敷地内にある。新居浜営業所が同市新田町に存在していた当時は滝浜営業所として所在していたが、2020年7月に新田町の営業所閉鎖及びバスターミナル特化に伴い移転統合の形で新居浜営業所となり、乗車券類の販売取り扱いも開始された。観光車、大型車、中型路線車が夜間停泊する。川之江営業所愛媛県四国中央市川之江町、最寄り停留所も同名称で車庫敷地内にある。待合所と乗車券発売所がある。広島営業所広島県東広島市黒瀬町、楢原観光バス専業の営業所。西条車庫停留所名、西条車庫前停留所名は西条済生会病院前停留所に変更。跡地は同院の駐車場となった。小松営業所周桑営業所への統合移転後もバスターミナルが残っている。停留所名は小松町役場前を経て小松総合支所前に変更。三部川車庫周桑営業所への統合移転後もしばらくバスターミナルは残っていたが、現在は停留所自体が廃止されている。現在のそごうマート水戸屋店の場所にあった。菊間営業所現在は菊間停留所。土井車庫丸亀ボート無料送迎バスのかつての停留所に旧土井車庫前の記載が残っていたが、詳細は不明。新居浜営業所愛媛県新居浜市新田町2丁目、滝浜営業所への移転統合前までは、同地に新居浜営業所が存在していた。旧営業所の隣接停留所は、住友別市病院への最寄り停留所だったこともあり、長らく停留所名は、住友病院前とされ、住友病院前終着のバスは営業所敷地内での降車になっていた。同病院が建て替えられた際に、病院敷地内にバスの乗り入れが可能なロータリーが設けられ2018年3月20日より運用開始したことで、住友病院前停留所が住友別市病院停留所に解消の上で病院敷地内に移転し、旧停留所は新たに営業所名である。新居浜営業所と解消して停留所機能を維持。特急松山線の停車及び神戸、大阪行き、東京行きの各高速バスの客扱い機能は新停留所には移転せず、そのまま新居浜営業所停留所が受け持った。営業所の建物内には待合所があり、乗車券類は同じ建物内にある瀬戸内観光車で、瀬戸内運輸発行のほぼ全種類の乗車券を扱っているが、新居浜営業所事務所でも高速バスと区間式回数券、組み合わせ回数券など一部券種の購入が可能だった。2020年7月に滝浜営業所に移転統合して、旧営業所は閉鎖となり、瀬戸内観光車は敷地内に新設された店舗に移転した。停留所機能は引き続き維持し、名称を新居浜西バスターミナルと変更して営業所、移転前と同じ路線を取り扱っている。旧営業所の建物は今後解体される。また、新居浜市内の主要路線の始終点としての機能は移転後も維持しているため、営業所閉鎖後も車庫機能は維持しており、夜間はほぼ中型路線車のみが停泊している。高速バス貸切バス詳細は公式サイトを参照。パイレーツ号、編集共同運行会社。東急トランセ2015年9月30日までは、京浜急行バスが担当。運行区間渋谷マークシティ、二子玉川ライズ新居浜今治駅前、今治桟橋路線遠隔1989年7月14日、品川 BT、浜松町 BT 発着で運行開始。当初は、京浜急行電鉄との共同運行を行い、所要時間において、日本最長のバス路線となっていた。1997年7月19日今治国際ホテル経由に変更。2005年12月1日東京側の運行会社を京浜急行バスから京急観光バスへ移管。2008年3月16日京急観光バスの会社清算に伴い、東京側の運行会社を京浜急行バスへ再移管。2008年7月16日から走行ルートを新名神高速道路経由に変更。上下便とも出発時刻を20分繰り下げる。ダイヤ改正を実施。2015年10月1日運行会社が瀬戸内運輸のみとなり、京浜急行バスは東京側の運行支援のみとする。2016年4月15日東急と蘭瀬が共同運行に参入し、東京側の終点を渋谷マークシティに変更。同時に運賃改定、京浜急行バス側の運行支援も終了。2018年10月1日今治駅前への乗り入れを開始、今治国際ホテルへの停車を廃止。石槌ライナー、編集詳細は、大阪、神戸今治線を、三省共同運行会社、阪神バスしまなみライナー、編集詳細は、しまなみライナーを、三省道後エクスプレス福岡、編集詳細は、道後エクスプレス福岡を三省中距離系統、編集おおむね特急系と営業所間をまたぐもの。特急バス松山駅前にて、今治市周辺、編集路線バス今治駅前にて、新居浜市、西条市周辺、編集新居浜大古代祭りシャトルバス、編集2007年の新居浜大古代祭りにおいて、西条祭り、新居浜太鼓祭り観光ブランド化推進実行委員会による無料シャトルバスが運行され、新居浜営業所が運行を担当した。運行経路は次の通り。通常路線バスの直通系統がなく、元塚で乗り換えとなる区間を直通で結んだ。祭り見学時間帯に有効な路線バスが極小だった区間を補完した。通常バスが発着しない新居浜駅南口を活用し、楠木中央通りを避けたことで、見物客のマイカーや移動する太鼓台による渋滞を極力回避したことが特徴。四国中央市周辺。編集 JR 四国バス河内線代替バス、山間部、関山部を中心にフリー乗降区間を有する路線がある。ホームページには明示されていない。該当する路線は車内放送で案内がある。路線乗り合いバスを大阪南港東横間のオレンジフェリーに接続する連絡バス併用として運行している便がある。東横での乗降客は運賃無料。それ以外の停留所相互間の利用者は、一般路線バス同様運賃を支払って利用できる。東横行きは予約不要だが、今治、新居浜行きは大阪南港乗船券発券所か船内の案内所で乗車整理券を受け取る必要があり、整理券がない場合は乗車できないこともある。次の2路線が運行されている。車両は路線用の中型車、または大型車のほか、特急バス用車両も使用される。また、繁忙期には、オレンジフェリーが独自で、ワゴン車を出し、今治桟橋東横で、直通運行するなどの対応が取られる。路線バス併用という特徴上、バスもしくはフェリーが遅延した場合も、接続する、フェリーバスは定刻に出発する。なお、フェリー連絡バスには、自転車の持ち込みはできない。定期路線バス併用の接続バス以外に、壬生川駅行き直行便も瀬戸内運輸が運行している。こちらもフェリー客は運賃無料で着岸時と船内滞留時間終了時刻である7時の2回運行される。この路線は船内発行の整理券なしで利用できる。なお、かつては東横から新居浜市内主要停留所経由の新居浜東港行きバスが運行されていたが、現在は運行されていない。また、東横から住友病院前と新居浜駅のみ、停車の直行バスが2018年8月24日まで運行されていた。かつて運行していたバス路線、編集2006年4月より運行を開始した。今治城を築城した藤堂高虎が名前の由来である。日曜日のみ1日5便を運行している。車椅子のほか、自転車の搭載が可能である。乗車券は1日乗り放題で、大人1人500円、当日中に限り、今治市内の指定された路線、区間の一般路線バスに、片道1回乗車可能である。ルートは以下の循環系統である。以前は土日祝日運行していたが2010年4月より、日曜のみとなったほか、経由地が変更となった。2013年度に、しまなみ海道彩りバスツアーが開始することなり、運行終了。今治桟橋今治駅前今治国際ホテル今治城タオル美術館一広サンライズ糸山今治桟橋2010年より運行を開始した。日曜日祝日に1日1便を運行している。自転車の搭載が可能である。ハイデッカー車両で運行され、車体には来島海峡大橋や大山積神社などの絵が描かれている。また、地域のボランティアによるガイドも行われている。2011年より、これまでの日曜日に加え祝日も運行を開始した。ほか、今治桟橋、今治国際ホテルへの経由が中止となった。2013年度に、しまなみ海道彩りバスツアーが開始することなり、運行終了。今治駅木楼山展望公園潮流線乗り場、マリンオアシスは、片取小島キャンプ場道の駅今治市多々良、しまなみ公園大山積神社道の駅今治市、多々良しまなみ公園今治駅組み合わせ回数券1冊2000円で2200円分の金額券が綴られており、車内販売も行っている。高速バスでは利用できないが、瀬戸内海交通の大三島今治線、瀬戸内周送バスでも利用できる。有効期限はない。金額式回数券10枚分の値段で11枚、綴り。有効期限はない。50円券から690円券まで発売。区間式回数券普通運賃710円以上の区間で区間を指定して発売される。710円以上1000円以下の区間は6枚分の運賃で5枚綴り。有効期限はない。1、10円以上の区間は4枚綴りで普通運賃の2割引き。有効期限なし。途中下車前途無効。新居浜松山特急線の区間式回数券は、伊予鉄バス運行便でも共通利用できる。伊予鉄バスも発売しており、共通使用が可能だが、伊予鉄バス発行分は、有効期限が発行日から3ヶ月となっている。往復乗車券普通運賃710円以上の区間で区間を指定して発売される。1000円までの区間は1割引き。1010円以上の区間は 1.5 割引き。広島線、福山線、神戸、大阪線は4枚綴りで、共同運行会社と共通利用可能。東京線は2枚綴りと4枚綴りがあり、共同運行会社と共通利用可能。6ヶ月有効。広島線、福山線には往復割引乗車券があるが、神戸、大阪線と東京線にはない。身体障害者、知的障害者、精神障害者とも手帳提示で運賃が半額となる。身体、知的は組み合わせ回数券が利用可能だが、精神は現金のみで、かつ高速、特急バスは割引対象外である。主力車種大型車両は三菱ふそう、エアロクイーン、またはエアロバス、エアロエースで統一されている。新デザインの塗装を施した。エアロクイーンには、瀬戸内クイーンの愛称が付けられ、車体側面に記されている。またエアロエースには、瀬戸内バスと車体側面に記されている。中型車両は三菱ふそうエアロエースショートタイプ、小型車両はマイクロバスの三菱ローザがある。関連子会社として9社を擁する。かつて今治市に高島屋が瀬戸内運輸と共同で、瀬戸内高島屋を開店したが、売上低迷により閉店。閉店後、高島屋前バス停は、今治バスセンターに改称された。なお、跡地は駐車場となっている。ありがとうございます。